正直今までで一番うまい。さあ、ふかちゃんの料理 YouTube にお邪魔してますから。ああ、どうも。調子いいんだってね。本当に評判だって。だいぶ料理の時には数字が上がるって聞いてますけど。てめえバカ野郎。今日の料理は何でしょうかね。今日はもうまかない飯ですよ。野外料理の定番のカレーライス。いいなぁ。ビーフカレー。ただのカレーライスとつまんないので、カツカレーなんですよ、今回。え、あ、揚げてからか。そう。だから揚げたてのカツにカレーライス。なるほど。お前偉そうに言ってるけども、すごいんじゃねえか。安い予算でやらなきゃいけない。しかも一つ工夫があるので、それは食べる時のだと。手の込んだ料理ばっかりしてるのは作業手伝いたくないからな。そう、その通りです。それもあるかもしれないけど、本当にこのまま手伝ってるとこ見てないもんな。あ、昨日だけ材木買ってきました。よし、頼まーす。あとはご飯を炊く準備だな。これはじゃあカレーができた。めちゃめちゃうまい。よし、これで味をなじませて一晩。これがね、チーズインというのね、食べた時に初めてチーズが入っているのには気がつくという。中にチーズを入れないやつを作っとこうか。国焼き師匠のやつはチーズなしとかで、あれ俺のだけないぞみたいな。じゃあこのカットも全部残しとくんだよね。あらららまた怒られちゃう。ルイ見た時にこれ、
焦げてしまった。まあ、おお、パン粉ギリギリだったね。よし、これでやってみっか。塩割っちゃいますね。やったー、一人でやったどんなことね。どんな話だよ。いただきまーす。だって、そこにもう一個あれだよね。うん、うん、うまいわ。トカちゃん、はい、正直今までで一番うまい。なんだと。うまい、うまい。かぶっと、かぶっと。二重カツだな。二重カツでね、間にね、チーズが挟んでる。うまいですね、バレー。お前が言うなし。この絵これ、クマさん。この子が貼ったクマさん。クマって書いてあるんですよ。このカバー。あ、これ。クマさん。